はい。今まで、独立、今まで独立って言って、は、注目している二つの因子が、別々の染色体上に乗ってるっていう状態を、見てきたんですけど、今から見ていく、これ連鎖って書いてありますけど、連鎖っていうのはどういう状態かっていうと、独立じゃなくて、二つ、注目している二つの遺伝子が、同じ染色体上にある場合、これを考えます。あ、これならちょっと染色体、こう、もっとこう、ちゃんと、こんな風にして書いてたんですけど、ちょっと、ごめんなさいになってきたんで、一本の線で、これで代用させてください。そうすると、今までのこっちの独立だった場合、独立だった場合は、こうやって、二つの遺伝子 A と B があったときに、例えばこういう A、ラージ A スモール A、ラージ B スモール B っていう遺伝子型の場合、これが原子数分裂して配偶子作りますよ。そのときに、まあ、A に関して、こんな風に、ラージ A、ラージ A スモール A、スモール A っていうこういう順番で配偶子に分配されましたってなったときに、じゃあ B はどうやって分配されるのって言ったら、もう A の並び順とは関係なく、B がこの辺に、この辺に分散されるわけですよね。ここに、ラージ B が入る確率っていうのは、2つあるのに1個選んでこっちに入れるってことだから、確率2分の1でこっちに、ラージ B が入りうるし、確率2分の1で入るし、スモール B も確率2分の1でここに入りうるわけですよね。だから、B に関しては、こういう分配の仕方もあれば、こういう分配の仕方も、あったりするわけですよね。だから、この A の並び順と B の並び順とは全然関係がないっていうのが独立の場合ですよね。それに対して、これから見ていく連鎖している場合っていうのは、この場合は、このように A と B が同じ染色体上にあるので、A に関して、配偶子にこんな風に、ラージ A、ラージ A、スモール A、スモール A っていう風に分配されましたって分かった時点で、じゃあ B の配分の仕方どうなってるのって言ったらもう分かりません。A、ここにラージ A が入ってるっていうことは、同じ染色体上にあるラージ B が当然ここに入ってくるし、間違いなくここに入ってくるし、まあこれも一緒ですね。ラージ A だからここラージ B。こっちはスモール A だから、スモール A が乗ってるこの染色体上に、あるスモール B。これが当然そこに入ってる。これも一緒。っていう風にして、連鎖って言って同じ染色体上に2つ注目している遺伝子が載っている場合は、片方の遺伝子の場所が決まれば、もう一方の遺伝子の場所っていうのは決まってくる。だから A と B の並び方には関係がある。片方が決まればもう片方が決まる。だからこれは独立とは全く違う状態になってて、今から一つ掛け合わせ、交配実験の例を見ていくんですけど、その時に、ある交配からどんな子供ができるかっていうのは、連鎖している場合と独立の場合では全然違った結果になります。じゃあ見てみましょう。まず、A と B が独立な時、今までと同じ状態で考えてみましょう。つまり、A と B が別々の染色体上にある場合。その時、ラージ A スモール A、ラージ B スモール B と、ラージ A スモール A、ラージ B スモール B が、を交配したときに、この交配でできる子供の表現型は、表現型っていうのはここでは、表現型って仮カッコで囲って表現しますよね。ラージ A、ラージ B っていう表現型とか、ラージ A スモール B とか、っていうこういう表現型の比を求めようっていう問題。この問題に対して、どう答えるかっていうと、A と B 関係ないから別々に考えるんですよね。まあ、同じような、てか、全く同じ問題だったことがあるので、まあ、これは復習になるんですけど、A、B、それぞれ別々に考えて、子供の表現型の確率を考えます。例えば、子供の表現型が A に関して、スモール A になっている確率はどうなるかっていうと、つまり、表現型がスモール A ってことは、遺伝子型はスモール A、スモール A ですよね。1個でもラージ A が入っていれば、その表現型はラージ A になっちゃうので、これは一通りに決まります。そうすると、両方の親から、スモール A を取ってくるっていう確率なので、その、両方が取ってくるっていう確率は、片方から2分の1の確率で取ってきて、
もう片方からも2分の1の確率で取ってくる。で、これをかければ、合計4分の1。だから4分の1の確率で子孫は A に関してはスモールっていう表現型を示します。じゃあ、ラージ A の確率はっていうと、表現型ラージ A っていう中には、2種類の遺伝子型が含まれていて、ラージ A、ラージ A っていう場合と、ラージ A、スモール A っていう場合がありますよね。これそれぞれ計算してやってもいいんですけど、まあ、面倒くさいので、どう考えるかっていうと、思い出しながら聞いてくださいよ。そうすると、子孫全体のうち、A に関して、表現型はラージ A かスモール A、どっちかなので、今、スモール A っていう表現型を示している子供の確率を出したから、その残りは全員ラージ A なんですよね。だから、全体から子供の表現型がスモール A になる確率を引いてやる。そうすると、これが子供の表現型がラージ A である確率と一緒ですよ。だから、もうさっきの計算結果を使ってやれて、簡単に楽に出せる。1から4分の1を引いて4分の3。これは B についても一緒ですよね。ラージ B、スモール B かけラージ B、スモール B ってことやから、さっきと状況は一緒で、スモール B になる確率は4分の1。ラージ B になる確率はラージ A と一緒で4分の3。だから、子供の表現型の比率は、ラージ A、ラージ B っていう表現型と、ラージ A、スモール B っていう表現型と、スモール A、ラージ B、スモール A、スモール B っていう表現型4種類あって、それぞれの確率っていうのは、こっちは、例えば、これは、表現型がラージ A で、かつ表現型がラージ B っていう確率と一緒なので、表現型がラージ A になる確率4分の3かける、表現型ラージ B になる確率の4分の3。この辺も一緒。ラージ A になる確率、ラージ B になる、で、スモール B になる確率をかけてやる。こっちはスモール A、ラージ B になる確率をそれぞれかけてやる。で、最後これは、スモール A、スモール B になる確率をそれぞれかけてやって、ね、あとはまあ、これ比率なので、全体に16、4×4 手をかけてやって、分子だけにしてやると、比率は16対9対9対1になりますよ。っていう計算しましたね。じゃあ、これは、今独立な場合を計算したんですけど、今度は、A と B が連鎖している場合は、同じ交配した時にどうなるかっていうのを見てみましょう。そうすると、A と B が連鎖していて、で、状況は、こう。ラージ A 乗ってる染色体には、スモール D が乗ってます。で、スモール A が乗ってる染色体には、ラージ B が乗ってます。だから、こういう状態。両方、もやがこういう状態だとして、で、これで計算します。そうすると、あ、連鎖しているときって、連鎖って分かりやすくするための、こういう絵を描いた方が多分楽なんですけど、こういう風に書いて、示してやると、これも、さっきと違って状況がかなり簡単なのが分かりますか？こっちの染色体をこっちの親から取ってきたときに、こっちの親からどっちを取ってくるかって二択ですよね。だから、子供の持ってる染色体のパターンっていうのは、3種類になってきて、こっちの親から左側のラージ A とスモール B が持ってるやつを取ってきて、かつこっちのもう片方の親からもラージ A とスモール B が持ってる染色体を取ってくる場合と、こっちからラージ A、スモール B の持ってる染色体を取ってきて、かつこっちからはこっちスモール A とラージ B が持ってる染色体を取ってくる場合。で、最後に両方からスモール A、ラージ B を取ってくる場合。っていう3パターンですよ。どれかしかない。で、それぞれの確率はっていうと、こっちから左を取る確率っていうのはさっきと一緒で2択なので2分の1ですよ。確率は。2分の1。で、こっちからこっちの左、ラージ A、スモール B を取ってくるっていう確率も一緒で2分の1なので、かけてやって、子供がこっちの方、両方から左側の染色体を取ってくる確率は2分の1かける2分の1の4分の1。あとは一緒ですよ。同じような考え方で。真ん中のパターンっていうのは、要は別々の種類。こっちから左を取ってきて、かつこっちから右を取ってくる場合と、こっちから右を取ってきて、かつこっちから左を取ってくる場合。どっちでもいいので、どっちのパターンでも結局こうなりますよね。これが入れ替わ、順番が入れ替わっちゃうだけで。なので、こっちの場合は、2分の1の確率でこれを取ってきて、
2分の1の確率でこれを取ってくるっていう場合、2分の1かけ2分の1っていう場合と、その逆パターン、こっちから右を取ってきて、こっちから左を取ってくるっていうパターン、2つあるので、かける2、まあ、というか2分の1かける2分の1、足す2分の1かける2分の1でもいいんですけど、まあ、ここはまとめて、2分の1かける2分の1かける2。で、結局、こういうパターン、子供がこういう染色体を持つ確率は合計2分の1になりますと。で、最後に、これはもうさっきのこっちと一緒ですよね。両方から右側の染色体、スモールエラージビーの染色体を取ってくる確率なので、2分の1かける2分の1。で、4分の1。で、あとは考えなあかんのは、子供のこの染色体の持ち方、この時この子供はどういう表現型になるかっていうと、A に関してはラージーですよね。ラージーのホモですもんね。絶対表現型ラージーになりますね。で、B に関しては両方ともスモールなので、表現型もスモールになりますよね。だから、この子供っていうのはラージースモール B っていう表現型を持ってます。で、真ん中の場合はっていうと、こっちの場合は、A に関して、これラージーですよね。B に関しても、片方、ラージ B っていうのがあるので、ラージ B ですね。真ん中のパターンの場合は、表現型はラージ A、ラージ B になります。最後このパターン。こっちの場合は、A に関しては、スモール。ですよね。スモールの方もあるから。A はスモールっていう表現型で、B は両方ともラージなので、ラージ B。というわけで、まあ、連鎖している場合っていうのは、この場合、子供の表現型は3種類しかなくて、それぞれの確率は4分の1と2分の1と4分の1。なので、この 3つの表現型の比率は、ラージ A ラージ B 対、ラージ A スモール B 対、スモール A ラージ B イコール、2分の1対4分の1対4分の1を、まあ、ちょっと端折って、全部4かけちゃったんですけど、かけて、2対1対1。というわけで、もうこれ、独立な場合と連鎖している場合で、子供の表現型の比率全然違いますよ。なので、この2つの場合は絶対区別してやらないとダメで、これで一旦連鎖の、まあ、基本的な考え方はこういうことなんですけど、本当はもうちょっと複雑なので、次からはちょっと、もうちょっと詳しめにやっていきたいなと思います。